はい、どうもおはようございます。今日は儲かる話を3つさせていただきます。1つ目はおなじみのみんなの銀行です。皆さんもう銀行作りました？みんなの銀行というアプリをスマホの方にダウンロードしていただいてね、Apple Store とか Google Play にありますんで、そちらの方をダウンロードした後に、私の紹介コードを入れるところからスタートしてください。で、紹介コードは下の概要欄に貼っておきますので、そちらの方を参考にしてくださいね。で、その上で自分のアカウントに、自分の、私のね、紹介コードを入れた後に見ると、今度はね、あなたの紹介コードが作られてますから、その紹介コードを持って広めることによって、報酬がどんどん入り続ける、最大30万まで受けてるってことでございます。これが1点目。2点目は昨日お話ししましたけども、IT のね、エンジニアさんを募集します。完全在宅です。で、昨日の時点でもう14人の方が申し込んでくださいました。これはですね、スキルは今のところ必要ありません。スキルはね、研修を受けて必要なスキルはつけていただきます。それで、発注は私の会社もしくは私の関連企業からしますので、仕事はあります。で、これはね、理想的にはね、来年の1月ぐらいから全ての研修を終えて独立できるようになっていただいてですね、ご自身で仕事を追っていただくって形になって、もう私とかはもう関係ないところで、もちろんね、お手伝いします、サポートはしますけども、そういった形でね、在宅でだいたい目安で時給4000円ぐらいの仕事ができるようになっていいかなと思います。ただね、やっぱり作業をたくさんするわけじゃなくて、基本的にはアドバイスですね、コンサルティングですね、コンサルをするって形になりますので、パソコンで、おしゃべりができれば、あとはインターネットとか、ウェブとかの知識があれば大丈夫です。ですので、知識をつけていただくための研修があるということですね。これ、14人の方が参加していただきました。26、27ぐらいに、オリエンテーリングみたいな形でね、ライブ放送させていただきますので、その辺で勉強していっていただければと思います。で、3点目の儲かる話なんですけども、カルダノのステーキングっていうのがありますよね。カルダノのステーキングについて、改めて第2回目のライブをさせていただこうかと思います。これね、今月中で予定してるんですけども、ちょっと調整中なんで日程まだ決まってません。リピさんの方がね、すべてお答えしますので、皆さん、報酬がどんどん増えてると思います。昨日もステーキングの報酬日だったでしょ？ですね、人によってはね、300エーダ増えたよとかね、いう方もいらっしゃいますんで、300エーダって言うとすごいですよね。だって今170円くらいだとしても、170×300 が5日ごとに増えるとしたら、5日ごとに5万1000円手に入るって形になりますからね。これなかなかいい話ですよね。で、まだ体の入手されてない方は、5000円でも1万円でも体のエーダご購入いただいてですね。で、ステーキング試しにかけてみてはいかがでしょうかってことになります。その際はまたね、ステーキングプールの方紹介させていただきますんで、そちらのプールの方におわず、委任されてください。今回のね、ステーキングっていうのは体ののね、自分の体ののウォレットに入れたのをどっかに移動することではないんで、そのままトンズラされちゃうってことはありません。もう本当に、ね、権利の委任なんでね、心配なく安全度のすごい高いお金の増やし方じゃないかなと思います。で、こちらの方のライブ放送、サポートのライブの放送をね、したすじであげますと、あとはこれからステーキングを考えてらっしゃる方もこちらの方に来ていただければと思います。で、Zoom のライブになりますけども、 URL はこれから発行するようになりますので、今しばらくお待ちください。ということで、3点の今日はお金の情報をお届けしました。1つ目はみんなの銀行。これ漏れなく作ってくださいね。下に概要欄貼っときますんで。で、2つ目なんですけども、2つ目は何かというと、これは、何でしたっけ？IT のエンジニアさんになりましょうって形です。今は経験なくても大丈夫です。でも、あった方が得ですけども、なくても大丈夫です。きちんと研修は設けます。で、3つ目なんですけども、これは体のエーダのことをお話しましたね。という形でね、速稼塾では毎朝、儲かる話をさせていただいて、もっともっと細かく詳しくって方は、速稼塾の中のポータルサイトで紹介しますので、そちらをご参考にしていただければと思います。それでは本日はライブ放送以上でございます。ありがとうございました。